伊藤香織は、日本の政治家、郵政、総務官僚、岡山県倉敷市長、岡山県初の女性市長である、福岡県福岡市生まれ、1990年3月、東京大学法学部卒業、同年4月、郵政省に入省した、1993年6月、アメリカ合衆国ハーバードロースクールを修了し、法学修士号を取得。 1995年6月、日光郵便局長に就任。1998年から2000年まで、総理府国際平和協力本部事務局で勤務。ボスニア・ヘルツェゴビナ国際平和協力業務に従事した。2003年4月、総務省から倉敷市へ出向し、倉敷市総務局長に就任。翌2004年より、倉敷市就入役。約。2007年8月に、 総務省へ戻り、国際部多国間経済室長に就任したが、同年11月に退官。2008年4月27日執行。現職の古市健造、元市議の秋山忠だらを破り初当選。中国、四国地方では、史上初の女性市長であり、かつ初当選時の年齢が、それまで女性市長では、史上最年少であった。 白井文の初当選時の年齢を下回った。しかしこの記録は2010年、白井の後継として、天ヶ崎市長に当選した、稲村和美が37歳10ヶ月で当選して、更新された後、その2年後の2012年に36歳6ヶ月で、滋賀県大津市長に当選した、小品美に再度更新されている。5月19日、市長就任。当日有権者数、 373,435人、最終投票率 47.、47.13%2012 年4月22日、執行。元京都府大山崎町議の矢引良介を破り、再選。当日有権者数、377,023人、最終投票率 33.、33.72%2016 年4月25日、執行。元、 小学校教諭の田中陽子と元倉敷市議会議員の木村刑事を破り参戦。当日有権者数38万96人。最終投票率 37.19%2020 年4月26日。執行。IT 会社社長で NHK から国民を守る投稿人の大地博之を大差で破り4戦。当日有権者数 39万619人、最終投票率25.65%、ありがとうございます。